どうもこんにちは。ここはいちごときめき鉄道直江津駅です。今からレールパークに行きますが、朝1回のチャンス。ET127 系電車の、洗車体験に行きます。入場は普通に電車に、乗るようにチケットを改札に、見せて入場します。6番線の回送電車に、乗ります。どうやら左のこの電車です。添乗員さんが待ってて、電車の前側のドアから乗ります。それでは乗ります。ET122 がすでに、回送してます。観光列車、雪月花が、車庫から出てきました。雪月花が入線。ここで一旦停止。これより進行方向が変わります。
足を完璧に滑っていきます。反対側の先頭にやってきました。
旦停止して洗車機に入ります。目玉の SL、D51 が、停車してます。またバックし洗車します。運転手さんがまた反対側に移動します。最後の洗車をして車庫に入ります。まもなくレールパークに突入します。降り口は左側一番前寄りのドア1箇所です。本日は10時5分発の SL 体験乗車可能ということで、降車後乗り場までご案内いたします。係員が車両と到着後係員が車両とご案内いたします。この先にはご案内いたしたいがありますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。車庫へ入る前に一旦停止。通常は洗車体験すると SL 乗車体験ができませんが、本日は SL 乗車も可能となりました。おそらく参加人数が少なく、ほとんど洗車体験に来たからではないでしょうか。時鉄に感謝です。回送電車で車庫に入れるなんてまずありません。構内は制限速度5キロ以下です。ET120 にも止まってます。ドアは一番前のに開きます。
ではご視聴ありがとうございました。この後は SL 乗車体験します。それではお楽しみに。